おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の提供は10月11日月曜日、倫理法人会大島圭介ナイトセミナー in 大阪堺で、ワクワクする人をたくさん生み出したい、大島圭介さんとの出会いで鴨さんに出会い、話し方の学校に通っていますという、倫理法人会イベント主催、話し方の学校大阪 QB の JK こと大津美奈子さんの提供でお送りいたします。大津美奈子さん大好きです。なるほど、大島圭介さんが大阪堺の倫理法人会主催でナイトセミナーを開催されるんですね。いいですね、これ。大阪近辺の方はぜひ参加してください。10月11日月曜日の夜なんですね、これね。やられるんだと思います。ま、詳しいことを知りたい方はですね、大阪堺倫理法人会で検索すると多分出てくると思います。だいたい倫理法人会さんホームページも力入れてますからね。ぜひご参加ください。鴨頭義人のボイシー、今大人気でございまして、本当にありがたいですね。毎日、500名から700名ぐらいでの方がですね、フォローしてくださっておりまして、本当にありがたい限りでございますので、その感謝の気持ち、お返しとしてですね、プレゼントがあります。日本人の 95% が悩んでいる話し方についての、2時間19分のセミナー動画、こちらを無料でプレゼントさせていただいておりますので、これは、LINE ね、鴨頭氏の公式 LINE URL を添付しておきますので、はい、お友達追加すると手に入りますので、ぜひぜひゲットしてください。はい、あとね、このボイシーで言うとプレミアム放送で、やってますが、もうね、今日の内容やばいから聞いてほしい。もうね、会社の経営者や管理職の人は絶対聞いた方がいい内容だし、もしかしたらこう成長意欲の高い新入社員さんとか、アルバイトスタッフさんも、あ、こういうことが重要になったってことがわかる、ちょっと極端に言うと、僕がマクドナルド時代25年間働いていて重要だなと思っていた人材育成のコツ、それを凝縮してお届けしています。普段10分なんですけど、もうはみ出ちゃった。16分か17分ぐらい喋っちゃってるんで、ぜひぜひ聞いていただきたいので、まあ確か、なんだっけ、プレミアム放送って900円とか、それぐらいの金額で学べるので、もうはっきり言います。今日だけで元が取れると思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは、鴨頭義人の朝礼スタートします。はい、今日はですね、スペシャルゲスト、何度も登場していただいてます。鴨頭さんがいらっしゃいます。いやいやね、今日ね、ちょっと伝えたかったことがあるのよ。何でしょう。昨日の、鴨頭朝礼の、鴨頭朝礼。聞いたのよ。ありがとうございます。お風呂で。フォローしていただいてありがとうございます。めっちゃ気づきがあった。おお。いや、内容かいつまんで言うと、忙しい人って、何なのみたいな内容でしょ、でその忙しい人ってどういう人が忙しいと思っちゃうかっていうと、自分で自分の、なんか器というか容量、キャパね、キャパを見誤ってるよねって話したんでね、で鴨頭さんは忙しいっていう言葉がないと、私の自主者にないと、なんでかっていうと、10自分のキャパがあったとしたら、3しか予定組んでないと、例えばお仕事の予定もだいたい9時で終わりですよね、毎日9時までしか働いてなくて、9時って朝ね、ああそう、これもね、夜の9時だと思われる時あるのね。朝の9時で仕事終わりです、でその後はまあ基本的に暇で、例えばその中でも やっていることあるじゃん、例えば家事やってるもんね、なんだかんだ言って、やってるけど、その家事を、自分ができる家事能力を、例えば10だとすると、10やらないってことだよね、要は余裕で、余裕のキャパでやると、そんなにちゃんとやんないと、あんまり高めに見積もんない、そうすると、例えば、例えば家事能力マックスやったら10だとすると、それも5とか6でやれば、余裕が4とか5生まれる、そういう理論ですよね。そうです、すごいと思った、みんなね、頑張りたがるんだよね、なんか達成感みたいな、充実みたいな、でもさ、それ毎日やったらしんどいじゃん、たまならいいと思うんだ、運動会みたいに。なるほど。今日はやってやるぜみたいな、お祭り騒ぎだぜみたいな、だけどそれ毎日やったら疲れることは毎日やんない方がいいと思うんだよね、私。
っていう理論ですよね、うん、それ聞いて僕思ったんですよ。何でしょう全くできないだからいっぱいできると思ってんだよね。思ってる、うん、もっとできると、うん、こんなもんじゃないよ俺はと、うん、思ってる、うん、でもそれさ実力以上だと思ってるじゃん、うん、実力よりすげえ俺はいっぱいできると思ってらっしゃるけど思ってらっしゃる、うん、でもありのままでいけばいくねみたいな。いやいやいや僕今日ねそれは別に議論するつもりはゼロなんですよ、うん、議論するつもりはゼロなんだけど、うん、これってどんな風に生きたいかによると思ったわけ、うんうんうん、なるほど。例えば、うん、部活動で言うと分かりやすいかな、うんうん、例えば野球部入って甲子園に行きたいとか、うん、あとうちの春人みたく、うん、ロードバイクに乗って、うん、例えば今だったらインターハイで優勝したいとかっていう、うんうんうん、そういう風に思ってる時って、うん、キャパを超えていかないと、うんうんうん、慣れない場所に行こうとしてるじゃない、うんうんうん、それを目指してるっていう自覚がある人は、うんうん、鴨頭よしひとの YouTube を聞いたり、うん、チーム鴨頭ジャパンに入会したりするのがいいと思うのよ、うん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 、あとはまあ例えば西野明宏エンタメ研究所とか、うんうん、そういうところオンラインサロンとかってそういう傾向にあるじゃない、うんうんうん、あとはホリエモンがやってるホリエモンHIU に入ったりとかすると、うん、今までの自分だったらできないことにチャレンジする環境があるじゃない、うんうん、オンラインサロンってまさにそういう人が入るといいなと思っていて、うんまあ、ただ鴨脇さんでやってるお花畑サロンってまた別のコンセプトじゃない、うんうん、頑張ろうぜイエーイじゃないじゃん、うんうん、自分のことを知りましょう、うん、みたいな自分を好きになりましょう。そうだからそれが、今自分には合ってるなと思う人は、うんうんうん、それを自分の現段階の選択にしたらいいと思うのよ、うん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 、だからどっちも存在していて、うん、生き方として、うん、私今の私ね、うん、これ別に変化するじゃん、うん、さっき言ったように運動会の前は頑張るっていう理論もあるし、うんうん、僕だったら部活動の期間は頑張る理論もあるし、うん、っていう風に、うん、今自分が成長を自分に求めたいっていう時には、うん、キャパ超えっていう選択をし、うんうんうん、今は成長よりも、うん、なんだ安心感とか、うん、自分を好きになるとか、うん、例えば疲れたからね、うん、ちょっと休憩したいタイミングもあるじゃん人生って、うんうんうん、多分、うんうん、そういう人はそういう情報を選択するっていう風になってれば、うん、多分いいんだろうなと思った、うん、でもちろんこんなことを鴨頭よしと言いながらも、うん、疲れる時あるじゃん、うん、その時には切り替える、うんうん、例えば晴れとけの日みたく、うんうん、あ今日は休息の日だなと思ったらオフにする、うんうんうん、今日は成長に振りたいなと思ったらスイッチ入れるみたいに、うんうん、その人の中でも、うんうん、別にこの1年間頑張んなきゃいけないとかルールなくって、うんうん、今日は成長の日、うん、今日は、うん癒す日みたいな、うん、そういう風にその人のタイミングの中でも、うん、カチャ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 切り替えることができるなと思った、うん2週間ぐらいはこっちとかもいいよね。うん、全然ある、うん、2週間ぐらいはじっくりもう一回自分を見つめ直そうみたいなモードでもいいし、例えばイベントとかさ、自分が発表するプレゼンの前は2週間ぐらいなんかチーム鴨頭ジャパンだなみたいな、うん、そういう時あってもいいと思うし、そう、そうなんだよね、うん、でなんかまあ年齢とは限らないんだけど、うん、成長期ってやっぱ人間あるなと思ってて、うんうん、成長期サボると、うん、後で楽になんないなっていうのもあるなと思ってて、うん、だってアキコも今さ、うん、自分のキャパシティの3割しか仕事しないから、うん、7割余裕だぜへーとかって言うけど、うん、じゃあマクドナルドの時どうやってさ、2ヶ月間休みなしとかだよね、うん、やっぱり自分のキャパを上げるっていう期間があって、うん、まあそのキャパがどれぐらいがいいかっていうルールはないんだけど、うんうん、アキコの場合キャパを上げるっていう期間が20代30代にめちゃくちゃあったじゃん、うんうん、でその大きくなったキャパを全部使わないで余裕で生きるっていう風に今生きてるわけじゃない、うんうん、だからなんかやっぱり後で楽したいっていう人は20代とか30代ビジネスの話だけどね、20代30代ビジネスの時はガツッと成長にスイッチ入れて、うんうんうん、やっぱり40代50代60代と体力を落ちた時に余裕でちゃんとビジネスができるとかっていう風になるのはやっぱり一つの方法だなと思ってて、うん、だからやっぱり
自分の今のタイミングによって切り替えるも必要だし、うん、ビジネスの時にはそうやって成長をやるが、うん、プライベートの時間は逆になんか安心感とか余裕とか癒しっていう風に切り替えるっていうビジネスとビジネス以外っていう切り替えもできるし、うんうんうん、なんかねやっぱり、ね、切り替えスイッチだなと思ったっていうのを気づき、うん、で鴨頭の人はやっぱり切り替えスイッチ下手でないからね、ずっと成長しなきゃと思ってるからスイッチが壊れてる、うん、オフになんない、すると NG じゃないと思うのよ、うん、壊れてても、うん、だってあのね、キングコングの西野亮廣さんってもう完全に壊れてるじゃん、うん、だけど、うん、それは生き方として別にいいじゃん、うん、いいんだけど、うん、知ってることが大事だなと思った、ああ俺こっち派みたいな、今こうなってる、ああうん、で知ってたら、うん、あちょっと今はオフらないとって思ったら切り替えることができるじゃん、選択肢が、うん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 、じゃないとなんかバーンアウト、うん、燃え尽きちゃったり、うん、まあ一番良くない例で言うと、うん、体調を崩す、うん、みたいなこともやっぱ起きるから、うん、この前松陽子さんに指摘されましたけどね、うん、耳もんでますけど、うん、うん、っていう風に頭をちょっと休めるとか、うん、あの喉を休めるとか、うん、これ昨日一昨日よりちょっと声マシになったの分かります、うんうんうん、投射費ね、そうそう投射費で、うん、っていう風に自分で自覚する、うん、で自覚した上で、うん、今はキャパを広げるタイミングにを選ぼうとか、うんうん、今はキャパより少し少なめの出力にして、うん、なんだこれ余裕、うん、余裕を楽しむっていう風に、うん、やっぱりこう自分で自分を自覚しているっていうのがむちゃくちゃ大事なんだなっていうのが、うん、昨日の鴨脇朝礼での気づきでした、うん、自覚してれば苦しくないかもね、そう自覚してないからみんな苦しいんだもんね、うん、自分のキャバを多分それで、うん、あの自分じゃなくて他の人が頑張ってるのに、うん、私頑張れてないみたいな気持ちになるんだと思うんだよね、うんまあ、これもないわ何とも言えなくって、うん、部活動とかってそうなんだよね、うんうん、周りが頑張ってる自分より頑張ってるチームメイトがいるからキャパが上げられるっていうこともあるので、うん、キャパを上げたい時には他者比較、うんうん、自分を癒したいときは他者比較をオフ、うん、やめる、うん、そこにもなんか自覚があるなっていうふうに思った、はい、うん、っていうのがね今回の気づきだったので、はい、なんか鴨脇朝礼いいです、ありがとうございます、すごく勉強になりましたので、はい、今日はそれを共有、したくって、うん、スペシャル会にいたしました、はい、今後もまたこの鴨頭義人の朝礼ではちょくちょくスペシャルゲストをお呼びしてお届けしたいというふうに思っております。それでは今日という一日が皆さんにとって最高の一日になりますように、せーの、いいね。いやね、プレミア放送聞いてほしい、むちゃくちゃいい、お金の話もいっぱい出てきますので、ぜひプレミア放送チェックしてください。